動けない。まあ普通にギアで上下させてるだけなんですか。いや、ちょっとあれで変わりました。ああ、出た、うん、あれ頭に外部でした。動作はロールネジ。これはあのフリーになるから入れてて動かして測定だから手で動かしてタッチクロスとかできるんで、ああ、うん、動かしてるとだんだん動いてくるね。そうですね。やっぱり動かしてると動かないよ。同じクルーの距離を適量突っ込んでくるかもしれない。強くか打てるか。疲れたらね。気をつけてね。綺麗に動くんだったら少ない目に確かに使いたくなりますよ。現状のあれだとやっぱり手動でこういう形で動かすしかなくなる感じ。だからモーターを今度は使ってサーボとかにしてそれでクリアと一緒にプレックスとかで一緒にしてればお任せられるっていうか、結構手加減ですね。一緒に反抗がくっつけるのにその方法で感じるオートマイバー使えるのかなと思ってるんだけど、信号のやり取りはちょっとわかんないから、そこだけはちょっと調べない。